は一方ざっと丁寧な守りから攻めに転じてネイマール、これはチャンスになる。ファーサイドロナウド、サイド空いたんで一気に使ってして、でこの時点でキーパーがファーに寄ってるんですよ、まあ、だから落ち着いてこうニアに打ったんですけど、まあ、これ見てもらうと分かるんですけど、タイミングフィニッシュのところ、白って基本的に精度が 悪くなる、まあ、本来だったらこう、まあ、1回押しか、もしくはちゃんと緑決めるかって感じで、そう、このミスが手に繋がらなかったとにかく入ってしまいましたかね。中盤でカット、まだまだザクトは攻め続けます。ネイマールチャンスになった、ムバッペ綺麗に決めていった、先制点。そうですね、ここカウンターのシーンで、これなんでサイドがフリーになったかっていうと、タックル取って、でここのフリーの選手に当てた時に、相手がセンターバックを前に出してるんですよ、でこれ何が起こるかっていうと、こいつがこのランシェル選手をカバーしに越すんですよ。でそうするとここに今度こいつのここのこのスペースができるじゃないですか、でも突っ込ませたことによってこいつがフリーになってますね。で AI が判断してこの選手がカバーに行くんで、こいつがフリーになるんですよ。なるほどね。そうです、本来やったら多分こいつ、ね、こいつで切りに行きたかったと思うんですけど、まあ結構終了間際で焦ってたと思うんで、多分もう一気に潰しに来るだろうって感じで、じゃあ一個落として、で空いたところ使って、でフリーの時なんですけど、今度ニアにいるんで、じゃあファーに思いっきり打って、で今回は、緑ちゃんと決めてたんで、ね、これ結構シュート強くて決まりやすいって感じなんで、まあ入ったって感じですね。もう実質的にはヌアってのシュートで言っても過言ではないと思いますね。先制点はセレッソザクトのゴールでした、まあ、1試合目の終わりといういいタイミングで点を決めましたね。1試合目現在88分を経過しました。ムバッペ、ロナウド、シュートのチャンス、少しこれは、まあ、1個ミスがあるとすれば、はい、まずここですね、ここの時にこいつが、はい、寄せてるんで、はい、うまくタックルをするべきだったんですけど、ちょっと入力間に合わずに、まあ、こんな感じで出してって、で当てられて、でこいつで潰しに行ったんですけども、こううまくかわされて、って感じで。でもこれ本来はこのままスライドしてこう切りに行くつもりだったんですけど、このままこう入っちゃってて、まあ、カバーが間に合ってくれたって感じです。まあ、本来やったらちょっとこっち締めに行くべきです。そうなんですね。そうっす。